ちゃんいらっしゃい。マリコいらっしゃい。家族を出さないと、よかったじゃん。そんなこともまだ気にしてるやつはアホだろ、逆に。だから何みたいな。お互い様だろ、そんなもん。お互い様。とか、なんで匿名つけてんの？いや、だから久しぶりだからちょっと匿名つけようかなと思って。人のことでやってんじゃん。あの人も一緒なんじゃない？一緒だ。大したことあるんだ。人のあれなら買わないぐらい。皆さん、昨日千葉県会とペペ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 はーん、あれっす、緊急っすね、今日は。あ、徳永さん、金の直客です。フェ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 。はーん。今日久しぶりに試したくないですね。何の方沼連合はいつですか？沼連盟ですね。沼連盟だね。カメラついてるよ。ってこと？今日潜りゲストですか？ちょっと意味がわからないです。
僕は今日モグゴリゲストじゃないです。あ、弁護しますね。チビいらっしゃい。なんで半袖なの？暑いからね、暑いからね。いらっしゃい。あーちゃん、くーちゃん、ルーシーやし、アニディア、さっきいらっしゃい。緑特命いらっしゃい。いや、エビさんがディスってたっていうか、逆に、また俺のこと覚えてたんでって感じ。もうそんな絡みねえからさ、そもそも、なんかもう忘れてるかと思ったわ。逆にありがとう、覚えてくれて。覚えてくれてありがとう。俺ちょっと忘れてたわ。ライザーです。ルシュラです。ピノチャレンス、何言ってたか知らんけど、絡みがなさすぎて忘れてた俺。あ、ピノチャレンス、おしゃれして、お前俺とタイマーがれ、長いよな、そのコメント長いよな、もういいやろ、別に。匿名珍しくない？珍しいよ。匿名で刑事やってみたらどうなるかっていう感じなの、今日逆に。今日だけだからさ、言いたいこと言いなよ。まあ、サブアカは匿名だけどね、いつも。今日も実験ではない。匿名でコメントした方がいいかな。まあ、僕はグリケンとサブアカは基本あの匿名なんですけど。刑事よりってのグルゲンの方が荒れてるっていうね。なんならグルゲンのあれぐらいやばいですよ。もうリスナー同士の喧嘩ばっかりだから、ね、だからグルゲンなんか入りたいって思ってるかもしれないけど、入らない方がいいですよ。全然リスナー同士の喧嘩ばっかりだから。全然平和じゃないからね。入りたいと思う。いや、そうだよ、入らないがいいよ。俺が決めてる1年ぶりに来た。痩せてる？痩せてないよ。今日コスモスだ。コスモスで幼馴染のお母さんに会ったら、縦も横もめっちゃでかくなったねって言われてる時点でもデブだ
も横もでかくなったみたいな。配信で無駄に逃しすぎるな、ちフットサルのワンデー大会で荒らしてきてよ、マキリよくと荒らしてきてよとは今日はちょっとね、珍しくつけてみました、久しぶりに。いや、韓国行かないですよ、行かないです。タイには行きたいですけどね。まあでも行くことないかな。うん、なんかヨンさんがちょいちょいなんか意味のわからん写真を送ってくるけど、まあ、昨日も送られてきたけど、足の裏の写真送られてきたけど、まあ、どういうアピールなのかよくわからん。まあ別になんかタイで会いたいっていうのはあると思うけど、足の裏は何なんていう。やるか、あの配信やるかはっきりしろ。いや俺フットサルプロじゃないから、うん、そこはなんか別に関係ないでしょ。お前を踏んづけたいんだろ。いや力あるけど、要さ。なんか高画質じゃない。いやまああのこの携帯が画質めちゃくちゃいいので。ふわっちの仮想配信者がイカルドに離脱とか言ってさ、もし本当に来たら警察呼んでくれ。それあれじゃなくて、なんかあの妹の名前を装ったリスナーじゃなくて。でなんかここのなんかあの住所ですとか言って調べたら友井寿司だったやつじゃなくて、配信者。ヒューガナツヤシアリ。タイ人って足の体が一番不動なのじゃん。ヨンさん煽ってんな。いやおかしいだろ、絡みがないのになんで煽ってくるの。メトロップないよ。あ、まだっす。イカルド仕事辞めた。いや知らん。え、仕事してんの。言わねえなら緊急でつけんなよ。俺がテロップを投げつければ自由だろう。それはでと台無し。よし、行かないっす。今日って配信で飯食えてるの、うん、まあ今までの人生の中で一番稼いでるんじゃない。だって今までの人生だから10万台ばっかりだよ。ひどい時7万円8万だったから。イカルドは結局配信引退してないのか、死ぬまでやるらしい、うん、2回目の嘘っすね、うん、2回目の引退詐欺ですね。死ぬまでやるらしいよ。金に目がくらんだな、うん、
なんで炊き出し行かないの？日にちが変わったから。21日やったらよかったけど、俺明日昼間フットサルの試合だから、明日は無理だね。知らない、いやいや。だから最後の最後までイカルのバカ恋が残ってて、10人ぐらい残ってて、その人たちがナイスしてくれるんじゃないの？その人たちが最後の最後のねえ、アイテム投げてくれるんじゃないの？同じよ。だから、そのリスナーさんも同じように年齢上がっていくから、一緒ぐらいの年齢の人がイカルドに年金でアイテム投げるね。あやかいらっしゃい。一緒ぐらいの年齢のやつが、ね、年金でイカルド投げて、年金をイカルドに使うっていう。どっち死ぬまでやるのかよ。いや、わからんけど。西田さんの試合でしょ。いや、でも誰って言ってないからね。誰って。だから、イカルドの放送を最後まで見たバカ恋だよね。ほんと死ぬ間際まで見た。枠が解雇多い。それはないです。1000% ないですね。イカルドって頭おかしい。え、おかしいでしょ、普通に。嫌いな配信者いないですね。それだって学生生活みたいに毎日一緒にいるわけじゃないから嫌いとかならんくない。ナウィーヤングってなんだよ。お前ら家族おかしい。あ、でもそれはわかる。まあ多分おかしいから配信してんでしょうね。別に嫌いじゃないよ。だって絡みねえし、大して。チラッと見たけどアイテム全然取んない。あ、そうなの。爆祭で有名、マキアゴさん。俺爆祭でマキアゴってなってるの。ガチストークなってる。青いね。明日炊き出しだよね。もう他行かないですけど。行けないですよ。正直言ってイカルドとマキアスどっちが稼いでる？いや、俺の 2,3 倍はイカルドが稼いでるでしょ。80、90ぐらいでしょ。まあ、でもツイキャスの中でもトップクラスだよね。80、90って結構トップクラスが、まあ本当に稼いでる子だよね。大体皆さん3、40、50万ぐらいだと思うよ。90はなかなかないんじゃないですか。ネタバレした。プラチナプラス目指してるんか。いや、プラチナプラスのリスナーを獲得しようとしてる。うちの母親は最後残り10人がプラチナプラスのリスナーだったらいいって言ってるからね。まあプラチナプラスといえばプラチナリスナーってやつだよね。行かないよ。
金八は結局家で したけど、なんかもうフットサルから帰った時にはもうなんかあの、ね、いびきかいて寝てたから、うん、家でしてないんだよ。情報によるとなんかあの俺がフットサルに向かっている最中もうなんかあのイカルドの放送に出てたらしい、うん、イカルドの放送に出ててじゃあナイス700行きますかとか言ってたらしい、うん、マジで劇団だよなマジで劇団だよ、ね、すごいなスイッチなんだよ。ぶっちゃけ平八はイカルドの方がスイッチオフ、俺よりもスイッチオフができてるよね。配信に対して。あいつらマジでスイッチオフすごいわ。あんなスイッチオフできないよ、なかなか。逆にそれがおかしいだろっていう話ね。家じゃないでしょ。BS の部品買いに行くって言ってた。いや、それは後の話でしょ。俺らには出ていくって言ったからね。ダメだろよ。配信つけてないときはみんな穏やかなの。っていうか、やっぱ配信してないからその分話さないよね、うん、配信の時になんか全員喋る感じで、配信つけてない時は喋ってても無視無視で、そうだよ。配信つけてる方がコミュニケーションが取れてるっていうね。配信してなかったろ？で、それはどっちかというと俺だね。配信してる方がコミュニケーション取れるっていうの。まあ配信してなかったらもう365日、うん、6日、なんか1年、何年、何日か知らんけど、まあ1日2、3回会話すればいいんじゃない？金返しだよ、アムチンに。いや、もうとっくに返しましたけど。君なんかすごいなんか時止まってないですからね。時止まってない君。何ヶ月前なんですね。いるいらっしゃい。なんで匿名？いや今日だけ匿名してみた。匿名してみた。匿名してみたね、今日だけ。どんな感じか。太ったね、太ってる。緊張出ます？まだ割ってないっす。しません、まだ。デブって自分で自覚ないやつすごいよな。いや、自覚はあるんだよ。ただ、ダイエットができないんだよ。ダイエットする人はしっかり者のデブだよ。デブは三日坊主で終わるんだよ。4日目から無理なんだよ。みんな自覚あるんだよ。じゃあなんでデブになるかっていうと、自分の甘さでデブになるわけでしょ。じゃあそのデブがデブになった時に、ね、ダイエットをします、甘さが出ちゃうわけよ。そもそも甘さがなかったらもうちょっとこの体重がやばいなと思った時点で絞るはずだから、だから無理なんだよ。だからデブなんですよ。まあでも中にはいるんですけどね。デブ太ってから一気に痩せるって人も。それはちょっと本当に稀な人だよね。稀な人。まあ俺もそのタイプだね。悪口じゃないよ。俺デブの人にて。だから俺も一緒だから。デブだから。だからデブはデブの気持ちがわかるね。わかるか。俺も甘いんで。
いつから太ってきたの？いつから太ってきたっていうのは、まあここに 3,4 年ぐらいじゃない、 3,4 年ぐらい。デブのやつってそこまで俺デブじゃないって言ってるやつ多い。まあやって言ってるけど、まあ本当内心はやばいって思ってるよ。でもまあどうすればいいか分からんじゃん。何から始めていいか分からないから、筋トレ、食生活やってみるけどもやっぱり負けちゃうよね。やっぱり自分に負けちゃうよね。いや、アイスやお菓子は食わないけど、いや別に配信者が太ったわけじゃないんだよ。仕事したら痩せるんじゃないですか。なんだろう。8時間は自由に食えなくなるから。でも女のデブは嫌だろ。いや別に、なんか人によるね、なんかあの後ろからケツをチンコにぶっ刺してさ、マンコまで届かない女は無理だけど、肉厚すぎるやつは。おい、そんなの言うんだ。いや昔配信したら逆断されたんですよね、松江で。でか知らんけど、その人とラブコン行くこともない、その人とエッチすることもない、その人とエッチしたらケツまでバックでチンコ入れたら肉厚すぎてマンコまで届かんくて、でその肉厚で肉厚が気持ちよくてそこで行っちゃったっていうね。でもよく考えたらデブすぎるよ。しかもなんかもっと気持ち悪い話すると、パンってこうチンコを引っ張った時に出てきたなんかうんちみたいなちっちゃいのがついてて、もう本当にそれでやばくない、き無理で、本当にそれが無理で、ずっとシャワーのとこで洗ってたよね。子供と見てるので下ネタやめてもらっていいですか。セックス、何だよ。おい子供よ、お母さんにセックスって何って聞いてみろ。今すぐに。今聞けすぐに。出雲に旅行行くんだけど何があんの。いやいや、うちの家がありますけど。来るんですか。まあ連絡してきてください。他に配信中だけど大丈夫。親と見てるからやめてもらっていいですか。お前じゃないんだ、親なんだ。そっちの方が恥ずかしいんだ。普通逆だろ。連絡していいの。まあ連絡していいですよ。あ、いや、いいですよ。はい、いいきさ。冗談は顔だけにしてください。え、何の何の冗談。俺今かっこいいとか言ったっけ。
LINE 返してよ。大体 LINE 返してますけどね。リスナーの喧嘩って何？いや昨日はやばかったっすね。本当に本当にやばかったね。日本に帰国しない小前に一言。いやもう向こうの方がいいんじゃない？向こうの方がいいんじゃない？別にどっちも嫌いじゃないし、だから俺嫌いな人いないね別に。緊急報告した？まだ。いやそれはないだろ。なんで捕まるんだよ。嘘つき聞かない。いや嫌いじゃないよ。誰が燃えたの？何だったっけ？クイーンさんって人。なんかすごい揉めてたんだけど、なんかちょっとかわいそうだったよね。言われすぎて。いやそのクイーンさんじゃない。やめろよ赤だしおばさんとか言うの。別に全然いい人じゃん俺には。だからちょっとなんか一人あのコメントでずっと一人で一人語りするぐらいで、別に悪い人じゃないじゃん。わかんないけど。の中古車も BM ネットから消えてないよ。思いっきりさっき出てたけど、買うって言ってるのに出てたからさ。コラボに上がって暴れてた。誰の？結局車はだから BMW やめたって。1台そこの車屋さんでさ、あの目星つけてた車があって、その車にしようかなと思って。いやすればええやん。あーかわいい。レオちゃん、レオちゃんや。レオちゃんがいる。レオとマオとソルト。レオちゃんでかくなったな。あらあら、ここにもいるんだけど。いやうち猫屋敷だ。マジ平八がいるんだけど、久しぶり見たお前。元気かお前。平八、平八目怪我したけど、うち目治ったな。いや、でも逃げないんだね。平八久々見た。平八今どこにいるんだろうな。お、気づいた。ここでまたチュール上げちゃうとさ、上かわいそうになっちゃうから、もう上げれないんだよね。まあ、上げてもいいけど。
あれなんかおかしくねえかこれ。あげようよ。ねえ、あっちに餌ミロ君トム猫なの？いや、トム猫ではないです。トム猫では全然ないですね。ヘンハチも違うところで猫の、まあまあまあね、で痩せてねえからね。触れないよ。サタン逃げていくし。ヘンハチ去勢してないでしょ。いや、わかんない。これ地域猫なんだっけ？どこなんだっけ？よくわかんねえね。いじめるなよ。いや、いじめてねえだろ。耳切れてないね。耳切れてないってことは地域猫じゃないの？どこの猫さん？いや、わかんない。最近来てなかったから、最近どこにどこで生活してるのか知らない。ただ一つ言えるのは、こいつはこの辺で一番強いっす、餌があったら。こいつが餌を取りに行くと誰ど隣の家の猫も誰も怯えて逃げていくから一番強いっす。これオスでしょ、絶対オスでしょ。これコラーって叫んでも動じないよ、全然動じない。ほんと近寄っていて触ろうとせず逃げていくけど、でもちょっとすぐ離れたとこからまた座り出すから、でまた戻っていくんで、今日だけですよ。今日だけちょっと匿名してみました。逃げるのか。逃げるよ。いや逃げない逃げないっす。全然逃げない。俺その柱まで行っても逃げないよ。こいつすごいマジで。全く逃げない。手ぶらかよって言ってる。てか捨てていかないとな。ちょっと第2の車も決めちゃったんで、もうくっそ。
ミロちゃんのボーイフレンド、いやどっちもだオスだけど、開けると入っていけないよこいつ。おい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 、おい、あれ、ん、おい、あれ、あれ、どこ行った、うん、いや違う、母親はどこ行った、回ってる、え、回ってるって、あ、目治ってんじゃんおい、目治った、目治ってるわ、だからすっげえ目やにがあったね。誰か病院連れてったんじゃない、マジで、ま、誰か絶対病院連れてたでしょ。誰かが保護してるくせえなこれ。いやあれだってずっと 目なんか病気なんか分かんないけど、なんかおかしい感じで目が充血してたから、左目が。分からん。いやすげえ長いこと充血してたよ。お前がやったんだろ。いや俺病院連れてってないけど。誰かがやってるねこれ、間違いなく。誰かが、ケンハチも飼ってあげなよ。いや無理だわさすがに。お前こうなんちゃら箱お座り、何それ、実質地域猫、まあ確かに。香箱な、何ですか香箱って、ちょっと分かんないです。香箱が、ああ、あの座り方できないですね。なんで俺がその座り方するんだよ。警戒してない座り方、へえ、そうなの。やってみ、いや別にいいけど意味わかんない。お前なんて言うの。
全然意味がわからん。全く意味がわかんねえ。意味わかるやろ。いや、わからんわよ。全然わからんわよ。そして逃げないやん。逃げないよ。家から猫の匂いするからいるんじゃないの。前からだね。前から住み着いてるっすね。まあ、でも最近来てなかったけど。猫の気持ち考えろよ、かわいそうに。いや、ちょっとわかんないです。あれを横でしてどう猫の気持ちを考えるって言われても。どう考えればいいかわからんね。ちょっと痩せてね。いや、変わってない。全然痩せてないです。普通っす。いやいや、そんなん言ったらね、あの平八がなんか昨日なんかイカルドの配信上でなんかあのミロのあのミロがね、なんかなんだっけ、ミロがなんか上がってきたんでしょ、なんかあのキッチンの上かなんかに。で、平八がなんかあの、ね、あのミロのあのね、尻尾を引っ張ってギャーとか言ってるのに引っ張って、で、あのふわっちで匿名たちが、いや、それはやばいやん、やばいですよそれはって言ってるのに、いや、こうしないといけないんだよとか言ってる方がやばいですよ。やばいですよ。お前さ、少しは猫に慣れただろ。慣れた、うん、それはね、言わないといけないけどね。あの平八が、あの俺がね、あの平八がね、まあ、それをね、配信上でして頭おかしいみたいな、まあ、普通に鳩が飛んできて、まあ、それをしててね、あのそれはもう虐待じゃないですかみたいなコメントが来てたんだけど、でこれを俺が平八に注意しても全然いいんだけど、でこうヒートアップしてなんかあの結構ヤバめになって、なんか俺が平八を虐待みたいな感じになる今度、うん、でまたあの結局じゃあなんかあの平八があのミロを虐待してるのに、なんか警察が来たのはあのマティアスさんが、あのアキラくんが平八を虐待してますって通報がありましたになる、どうせ。なんか平八のガチ囲いがあの虐待だとか言うね。ガチおんの、え、知らないの。平八ってガチ囲いどころか、なんかあの俺、ガチで今日2年前かな、平八が配信始めたぐらいの時、俺 DM 来たことあるからね、温度のリスナーさんから。平八をガチで買いたいですって。ん？買いたいですとはって聞いたけど、いや、買いたいですってのは、あの平八と一緒に暮らしたいですってこと、これ僕、私がお金も出せますのでつってネタだろ。いや、そいつガチだってね。だってフォロワーさんもしっかりいて、で、あのなんかまあステアカとかだったらなんか別にさ、あのガチじゃねえ、これ嘘かって思うけど、フォロワーもしっかりいて、女の人で写真も載ってたんだよ。うん、あたおかだわと思って、マジでツイコールで上がってきたっけ。なんかそんなこともあった気があるな。うん、世の中いろんな人間がいる。その子は若い子だったね。あれはちょっとあのこんな人間がいるんだと思った。足平八と暮らしたいとかすごいな、逆に。あてに金の内巻きやからと、ペペ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 はーん。いろんな人いますからね。
ヘイちゃんかわいそうと思わないの？何ヘイちゃんって。あ、こういうやつね。あ、そうだ、その時もなんかヘイタンみたいな名前言ってたわ。ヘイタンみたいなこと言ってた名前。ヘイタンだかヘイ様だか忘れたけど。なんかそんな感じだったわ。酔いたくない、うん、それが普通ですよ。それはもう普通です。もう普通に常人ですね。普通のミロの友達かな。いや、この猫はね、一匹狼だから、無理だよ、友達無理だよ。普通に餌があったら威嚇していくから。一回ミネリアと喧嘩してたからね、この猫。ミネリアと喧嘩してたけど、ミネリアが負けちゃって帰って逃げていったけど、ミネリアって誰だよ。いや、ミネルニアな。ただミネリアって、虚勢されてないっていうか、まあそのなんだろうな、結局交尾するからさ、どん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 増えていく、猫が交尾するから。うん、イカルド早く帰って来てもらえないと次に進めないんだよね。国会が家から出ないといけないのに。早くしろよな、マジで。してんだよ、あいつ。うちヘイタンと一緒に住みたい、アキラ。あ、まあいいですよ、今は別に。うん、どうぞって感じ。いやどうぞって言ってんの、やきもちの意味が分かんない。せやマジで、せや。報告もできらんが、早く帰ってこんと。今日だけっすね、匿名。緊急なのに。お前イカルドの手出したら新兵隊が黙ってないぞ。ああ、同じ年齢の。てか手出すってどういうこと。心筋相関ってことですか。いや 100% ないっす。殴るってことですか。いや触りたくないっす。早くしろや。あ、どこ行くのよ。どこ行くの。隣に餌食べに行くの。あや、餌取りに行くわ。そういう感じなのね。行きなよ。いけないからだ。いや、隣が置き餌してるからね、すぐ食ってるんだろうね、うん、何もあげないよ。あ、行ったわ。あ、行ったわ。なんで覗いてるんだろう。車買いに行こう。まあそうだね、早くしろよな、マジで。
車までやったんか、まだ。いや、俺、イカルドの、連絡先知らないんですよね。うん。俺、今、イカルドの電連絡先知らないんだよね。知らんの？知らん。マジで知らん。電話かかってくるのに。ああ、そう。競馬は知ってるけど。いや、競馬も知らないんだけどね。細かく言えば。登録してないから。ただ、こっちの配信してる方に、ね、でも、LINE とか交換してないし。いや、LINE も、消しましたね。バン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  LINE 来るからさ、県外とか海外行ってる時とか。だから、消したんですよね。ブロ削したんですよね。ブロ削したっす。ブロックして消した。ん？親の LINE 消すなよ。で、ビジネス家族なんで、なんかこう、やりとりするときは、配信してる最中だけでいいんで。うん。なんか一時配信外で、なんか別にやりとりなんかする必要がないので。ん？やりとりする必要ないから、もう消したね。だから俺、連絡先知らないんだよね、本当に。イカルドのガチ恋いるじゃん。なんか変な AV 男優のやつ。なんかX で俺に喧嘩売ってきたやつ。いたな、AV 男優のやつ。あの人まだいるの？あの人はいるの？なんかなんかすげえ、なんかずっと定期でなんかナイスどうのこうのみたいな感じで。あ、そうなんだ。あれ、なんかイカルドの定期みたいなやつで。モリモーリ。あー、なんかそんな名前あったわ。なんか X で喧嘩売ってきたような人。言い返したら、なんかブロックされて逃げていて。うん。森のおり？いや、なんだって、名前忘れたんだよね。うん、森もおりだったか、森のおりだったか、忘れたか分かんねえけど。そんな名前。親のリスナーを奪うとか最低。いや、もうその思考回路がやばい。どっちかというとその思考回路が最低だよね。どういうことそれ。何なんすか、親のリスナーを奪うの最低って。気持ち悪いんだけど、君みたいな人。本当に意味わかんないから。俺はお前の母ちゃんを奪うけど大丈夫？いや、まあどうぞどうぞ。カードリスナーの過保護は異常。異常っていうか、それだよね。なんか言いやすいんでしょ、イカルドが。そうですよね、そうですよね、あ、そうですよねって言ってくれるから、言いやすいだけでしょ。イカルドのフォロワー見ようとしたら非公開。ちなみにイカルドフォローしてるのはマティアス。やめてほしいんだよね、フォローするの。BM の納車時期いつな？だから俺 BM やめようかなと思ってて。
YouTube 載せてる人訴える件はどうなった？ああ、うちの母親が？いや、だって訴えないでしょ。あ、なんでよ。その報告かよ。いや、違うけど。まあ、そこの店で、なんか、いや、BM が本当に良かったんだけど、そこの店でもう一個車が出たんだよ。もう一個車が。ね、ニューで新しく出たんだよ。で、その車が結構良さげなんですよね。うん。それにしようかなと。で、イカルドも、それだったら、ローン組んであげるっていうのが満々だったし。うん。後先考えたら絶対そっちにしなさいって言うんだよ。車種？車種っすか？車種はね、黒のね、プリウスです。30後期ってやつです。30後期ってやつですね。いくら？78万円。燃費、燃費じゃない、走行距離3万4000キロ。車検2026年4月。30後期。30後期ってどういうやつだったっけ？かっこいいやつ。 DM よりいいの？うん。で、イカルドがそもそも提示してきたもん。 BMW だったらもうマジで自分で買って、その代わり BMW じゃない燃費のいい車だったらローン組むって。うん。まあ、それでも BM だったけど、まあでも待ってよと思って、よく考えたらそっちの方がいいのかなっていう。意外にかっこよかったし、つまらん方選んだな。え、マジ？やっぱ BM の方がいい？いやー、だからそういうとこ行こうと言われるとまた BM の方がいいんじゃねえかって思っちゃうんだよね。俺もラジコンされてるわ。BM すぐ壊れる。いやでも立体やばいらしいけどな。燃費20ぐらいなんでしょ。よく考えたらめちゃくちゃいいっていうね。よく考えたら満タン入れたらめちゃめちゃ走るやん。いや、もうさ、いや、さ、本当に乗りたいのは BM だけど、まあ、黒のプリウスだったらまだいいかなと思う。燃費や収益感が79年のプリウスだな。そうなの。でも、熊猫と一緒だしな。何じゃん、フィットだろ。いや、意味がわからん。配信者ならフィットだろな。配信者の BM だわ。そうなの。うん、じゃあアンケートか。いや、どっちにしろ BMW やっても来月しか無理だから。BM とプリウス。BM ははい。プリウスはいいえ。どっちや？まっちゃん後悔しなければ。いや、じゃあ逆にみんなだったらどっちにするの？聞きたいよね。
みんなが今の状態だったらみんなどっちにする？逆に配信者か配信関係なしで、うん、BM の配信関係なしで言ってください。配信関係なしで BM とプリウスだったら自分だったらどっち買う？ BM35 万、配信ネタ抜きで考えたよ。プリウス、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 全員がね、声を揃えてプリウスって言ってますよ。だ全員が声を揃えてプリウスっていうことは、やっぱり BMW なんか誰も乗りたいってくないってことでしょ、うん、ねえ。でもさ、アンケートは絶対だろう、うん、いやだから配信者なら BM で、いやだからそんなに言ってくれてるのに、じゃあちょっと聞いてくださいよ。配信者なら BM ってそんなめちゃくちゃ言ってくれてるのに、あのイカルドさんの放送を見てください。イカルドさんの放送を見た時にイカルドのリスナーがあの BM だけやめろ、国産車もっと燃費がいい車にしろっていうのは何なんあれは。みんな声を揃えてるのはやっぱりあそこのリスナーっていうのは、やっぱそういうのが配信者なら BM っていう言葉分かってないってことですか。やっぱりそれでいい。あそこはやっぱ配信者なら BM っていうのを全然察知してない人たちでいい。真面目っていうことでいいですか。お前の買おうとしてる BM は買いたくないだけだ。誰がだ、誰がそのリスナーが、なんでそのリスナーが買うん。いやあそこのリスナーはアンチだけど、アンチでいいんだけど、でもなんかすごい、なんか俺もなんかあそこのコメ欄見せてもらったけど、なんかすごい真面目にこう言われるよね。お宅の息子さん絶対にもっといい燃費の買った方がいいですよ、修理費とかどうのこうのとかどうのこうのとかっていうのは一人じゃなくて何人も書いてんだよね。うん、頭固いんじゃないですか。じゃあ、うん、母親の枠見てんの。え、グルゲンとかしてたらさ、鳩飛んでくるから見るんだよね。お前あのイカルドのリスナーがあの必死であの BM を買わせないようにしてるぞとか言って、えー、とか言ったら見たらそんな感じだよね。そうなんだ。ウィンノーが壊れるみたいな聞いたけど、いやなんかだからっていうのもあれだけど、別にそれでしたわけではないけど、なんか黒のプリウスもいいのかなと思ってきたんだけど、ダメなんすか。ダメなんすか黒のプリウス。いや新車で言えば買わない。ロイスは電気系とドライブ、あ、そうなの。ももくんに聞いたら、ももくんが言うのはもう一択、うん、安い車でね、どうせマティアス乗ったところは1年ぐらいしか持たないんだから BM でよくねっていう、うん、配信ネタで BM めっちゃ使っちゃいなよっていうね、ももくんなら間違いなく。僕は絶対そう言うね。聞いてみると分からんや。いや前もそういうの、そういう感じの聞いたことあるんだけど、
あのプリウスなんか何にもネタにならないよっていう。BM 何年式？いや2000何年だったっけ？20年前ですね。まあかっこつくけど、まあまあプリウスでもいいかなっていうのはちょっと正直出てきてですね。プリウスでも。迷ってるのかい。なんかプリウスでもいいのかなっていうのも正直あるっすね。あんだけ BM 行ってたのに。おい。あ？いや、狭心症になってるとか言ってたけど。あ、まず、いい考えやん。薬あるんだろう。いや、薬ないだろう。多分回ってて狭心症になったから戻ってきたんじゃないの今。これはやばいやな。これはやばいよ。いや、今見た目はなんか昨日より老けてたけど、まあそんなにやばいと思う。多分今現在なんじゃない。今現在なったんっぽいぞ。いや俺関係ないだろ。ミロ君もやばいと思ってイカルドのとこに行こうとしてるよ。先に行っていいよ。そっちじゃないよ、ミラ君。2階やで。そっちじゃないよ。ユニカルド命ネタやらないね。いやー、やりそうだけどね。
やりそうだけどね。狭心症って言ったらなんか心臓が締め付けられるやつだろ。本当にやばいならもう救急車呼ぶで。本当にやばいなら。平町はこんなこと知ってるんかい。母親は大丈夫なの？なんで？え、なんか狭心症になったとか言って、なんか。大丈夫だよ。あんたが心配かけるっていうの、狭心症になるわよ。いや、お前もだろ、それ。お前も同じだろ、それ。のんきだな、いつまち。心配してないの？うん、平八、全く心配してない。平八は一言だから。平八はマジで一言だな。ってことは、平八が大して心配してないってことは、ただの病気に立つか。みゆちゃん見てきた？見てきた？上がるよ、2階に。上がって、上。おい、いや、あの、あんたがさ、な、え？あんたがさ、あんたがさ、配信中に狭心症とか言うからさ、本当なのそれ？なんかな、ちょっとそんなあいつがなんか読んだりするの？
ち？今2頭離れたね。大丈夫。アンチとは？痛い。じゃあ大丈夫なんだな。ニトロってなんだよ。じゃあ狭心症ってなんでわかるよ。治療受けてんの。台本がガチかこれ。いや多分台本だなこれ。いでいでいで。いや一回だけじゃないぞ。誰が一回だけやねん。台本だったわ。イカルドの台本だったわ。え、病気台本だった。昨日ちぼけやからとフェ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 よくダメだよ、こう来たら。台本だったわ。アンチに聞いてね、ごめん。そんなになんか自爆でそのアンチとかされてんの？されてねえだろ。まあいいや。一人で見に行くわ。あ、ゴーさんチョコジェート、ペペ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 、はーん、ありがとうございます。ちょっと待って。あの感じ。あ、おちょこちょこちょこ、ペペペペペペペ、はあ。ねえ、ちょっと匿名にしましたね。あ、あとはミオちゃん。
もうないですよ君。ミルク。ちょっとまだ水さが欲しいの。あれ、お前これ餌じゃないぞこれ。これも食おうとして。いやこれ餌じゃないから、これ。いや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 、降りれんやないか俺が。あ、やべっ、壊れるわ。じゃあね、来たらダメだで。来るなよこっちに。来るなよ。よし。もう短パンしかないです。かもしれないけどね、いつもみたいに大したことじゃないっていう。いつもみたいに大したことないことをいきなり狭心症になったからやばいやばいやばいって最初あの配信のところで言われたけど、まあいつもの感じ。知らんで、なんか本当にやばかったら俺はあの救急車も呼んであげたけど、いつもの感じだから大丈夫、寝たら終わる。なんかあのニトロ飲んだからみたいな、なんか知らんけど、ニグロだかニトロ飲んだからみたいな言ってたから、だから大丈夫なんじゃないですか。ニトロはやばいよ、これニトロじゃない。ニグロって何なんだっけ、ちょっと分かんないけど。ちょっとこっちは本当にニトロは草。え、ニトロじゃないんですか。何なんだ、ニグロな。完全にあの怒るとか、ね、ちょっとなんか疲れが来ただけでしょ、いつもみたいに。あの3週間に1回来るやつ3週間に1回来るやつ。
紛らわしい言い方すんな。知らんもん名前。ニトロなのかニグロなのか。プリウスの30後期をちょっと見せてもらわないといけないね。80万ぐらいの。それは完全に決めよう、マジで。まあ、どちらにせよ。あれなので。あ、お茶わけっすか？マジっすか？ペペ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 はマティアスが死ねば文句も言う人なくね。まあ確かにね、俺が死ねばね、文句、あの親は文句言わなくなるかもしれないけど、まあでもね、俺が死んでね、あの意外にね、あのうちのね、あのさんたちはね、あの悲しむので、あの十何人ぐらいおられるんですけど、まあ、その十何人さんおられる中で生きないといけないので、十何人さんがね、あの僕が死んだら悲しんでくれると、そのために生きないといけないので、ね、あのあなたがね、あのこうやって死んで俺が死んだら悲しむやつ誰もいないって言ってるかもしれないけど、十何人さんは悲しんでくれるのでね、その人たちが悲しんでくれる以上は生きないといけないです。わかるか。悲しい。ほらだから十何人さんの中のやっぱそこ何人かさんね、これ今いるやつ、いやいや、まあ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 、俺に死ねって思ってる人間もなんか別にね、この世にたくさんいるから、まあ、その中のあの一人でしょ。そんなことはさ、いろんな人がいるんでいいんだよ別に。それよりも30後期の車早く見たい。もっと利害ある人だったら文句言わない？いや、しつこいで君も。もうよくね、その話。まだ言う、その話。しつこいで君。なんで利害ある人だったら。こっちがお配信、あの話を終わらせようとしてるのに、まだ突っかかってくんじゃねえよ、お前。しつけんてよ、お前。もういいだろ、別にその話。まあ、死ねって思っとけよ、俺のこと。あ、助言さん、ありがとうございます。激しいっすね。
28日フットサルか、はい、25日はあの企画になりました。25日は、大阪で企画になりましたね。あれ車買うの？いや車は絶対買うよ、うん、遅から早から買うっすけど。フットサルは、東京ですね。東京で江戸川ってとこなんで、ぜひリアトスありなんでぜひ来てください。あ、サードゴロさん、金箔の着替えせー、ペペ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 、はー、皆さんよかったら金の着ください、ぜひ。25日はね、大阪でね、あの企画なので、ぜひ。ドットガムダラさん、金箔焼かれせー、ペペ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 、はー、せー。あ、サリーさん、金の着替え焼かれせー、ペペ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 、はー。いや、プリウスの方がいいのがね、やっぱり、うん、なんかわかんないけどね、一個これもあるんですよ。あの BMW を俺がね、ガチで買おうとしてて、それによってマジで体調というか、あのメンタルが減らってきてるんですよね、うん、俺が買うのに、あのイカルトのメンタルが減らってきてるから、なんか俺が買うのにイカルトのメンタル減らってるって意味がわからんでしょ。関係ないやん。そうそうそう、でも関係ないけどね、なんかあの多分自分が修理費を払わないといけないっていう、それを思ってんじゃない。謎に家族平和ならプリウスでいいんじゃない。まあまあプリウスでいいかもしれない、ね、うん、でもさっきもね、匿名の連中言ってたでしょ。じゃあ匿名の連中聞いてみるか。今その発言を聞いた状態で匿名の連中なんていうか、プリウスと BM、 家のローンが900万のお前が払うんじゃないんでしょうね。平八が死んだらそのローンなくなるで、うん、すごいですね。一言目がよう、おわこんな全然話関係ないよね。配信者 BM あ、ありがとうございます。匿名さんたち、あなたたちの意見は分かりました。はい、 BM みたいです。あなたたちのあのこう匿名してバーっての BM って出てきたので、面白いなこの使い方。BM、うん、じゃあプリウス側の人も教えてもらっていいですか。プリウス側の口を見てみないとわからん。プリウス側、プリウス、なんでプリウスがいいの。故障したら、すぐに修理できないのかな。イタリアの配信なら BM、 電子機気になる。じゃあちょっと匿名の連中にもちょっと聞いてみるか。あ、プリウスがいいっていう、イカルト側の人たちにちょっと聞いてみるか。あの匿名さん、あのなんでプリウスがいいんですか。あ、 BM はコメントしてこなくていいから。側のやつらはコメントしてこなくていいから。プリウスにしろ。なんで。プリウスの方が燃費がいい。お前の赤だしは真面目な赤じゃねえかって思うでしょ。あのこれ 2,30 分したら変なやつばっかり出てくるから。赤だしも最初だけです。頼るから、あ、お金を親に頼るんだったら BM じゃない方がいいですね。あ、BM の方がいいんじゃないですか。
配信できる BM の方が守れるだろ。いやいや、お前ヒロ、お前絶対 BM やめとけって言ってなかったっけ最初。急な手のひら返しだな。バッテリー交換してるから最後に BM のクラクション聞かせてくれ。何これ、車でよく大阪行くなら BM、プリウス。配信でも見せびらかしたり、いや見せびらかすよ。めちゃめちゃあの BM で俺すげえだろうっていう、29万の BM で。あーでもみんな BM の、プリウス乗ってんだ。微妙な、配信で BM 買ってんの大変だよね。フェネス会社、いやなるでしょ。それも違うと思うよ。プリウスよりはなると思うよ。100倍かっこいい、まあ、プリウスはまあありきたりだよね、うん、だって俺の後ろの車もプリウスだし今。30万の会社でどやられてください。だから全く無知なやつに言うんだよ。お前にプリウス似合わん。やばいな、匿名ばっか使ってくるとやっぱ匿名でしたくなっちゃうな。ほら、いかんな。やっぱいや匿名で慣れてしまったらあかんわ。ちょっと待てよ、やっぱりちょっとり匿名外しとかないとやっぱ定時は匿名になっちゃうから。これFJ やろ。いやさあ、あなたでしょ。あなたは買えるかもしれないけど、俺買えないから。一緒の映画の
迷惑かけるな。なんであなたが言うの、それ。あなたは怒ると何元カレ？新しい旦那？親族？親戚？あ、マルコスもキートスで買った。マルコスちゃんキートスで買ったんだ。すごいね。金色の K にしろ。結局乗りたい車を買った方がいい。いや、ボクシーはいらないんだよね、別に。シニアか。予算なんぼ？ローン組んでもらえなら670、組んでもらえないなら30。BM じゃなかったらローンを組むって言ってんのよね。 BM 買うぐらいなら60、70万ぐらいのローン組みたいって言ってんのよ、ね、あなたが死んだあなたの車の今までちょっと相手が分かんないっす。総合的に BM しかない。車検は残ってるね。1年ちょい。エアコンはめっちゃ効く。安心の時には BM だな。なんで自分で決めれないの？なんで自分で決めれないのって悩むだろ、それは。まあそれは自分で決めれるやつがさ、ゲオで1時間も2時間もさ、ね、ゲオの DVD を迷ったあげく全部借りるなんかないだろ。その時点で決めれねえだろ。って何？俺はセダンの新車一括で買ったぜ。いくらだった？両方買ったら、うん、って考えになるんだけど、それ高い額だから両方買えないんだよね。もうちょっと安かったら両方買っちゃうんだけどね、うん、1万円ぐらいだったら、うん、BM1 万にプリウス2万だったら両方買うけど、でもできないでしょそれ。プリウスいくら？70何万、今回僕炊き出しは休みですね。明日の昼間はちょっと空いてないですよね、まあ、夕方からだけど間に合わんで、また沖縄来てね。マジでそこで沖縄BM なんだよね、うん、やっぱ現実的にはプリウスなんですよね、うん、私はほんまにお勧めできないから。難しい選択だよね、うん、なんでお茶枠がないの、うん、どういうこと？お茶枠がないのとは。250買えるんだけど買った方がいい。絶対やめた方がいいでしょ。250万の車は買わなくていい。25万のランクルでいいんじゃないの。普通の人はプリウス、配信者は BM。 そうなの。現実的に78万ローン、イカルトが組まないで逃げた。どういうことや、逃げたって。でも、あんまね、安いやつはね、あんま売りたくないって言ったら、高いの、買うならなんか、ベンツ新車とか買いなよって言われる。無理。
出してるだろ、これなえるで、マジで。軽トラ一番ないっすね。BM だろ。関係本当にある。いや、とってしろ来月25だからさ、一括なの。関係はあるだろ、普通に。トゥデイだろ。いや、お前が乗っとけや、お前さん。賛否両論がすごいね。みんなめちゃくちゃなんだよ。すごい半々で分かれてる。ナンパするならでしょ。もう決めたんじゃないのかよ。ちょっとプリウスちょっと見せてもらいたいよね。プリウス、あ、そうなん、BM でいいだろう。BM ダサいわ。なんでダサくはないだろ。田舎なら軽でよくない。安いベンツなんか売れてないよ。あ、こんにちは、スティーブ。
それで支配方法は一括でしました。あ、なんかそれは聞いておって、はい、で5月末ってことですよね。そうですね。で、お金を支払いいただいてから、はい、あのお渡しします。あ、でいいですね。準備始めます。わかりました。で、BM 以外だったら、うん、なんかローン組んでくれる。あ、おやさん、そうそう、うん、そうしようかな。で、テプリウスってあるんですか。プリウス今在庫ないです、ね、ないですか。プリウスでも、はい、どうだろう、結構距離すごい長い距離のやつで、あの安いやつで、はい、サンマルっていう方で、あ、はいはいはい、だいたい80万ぐらいします。あ、はい、80万ぐらい、大体そのぐらいは最低でも大体します。はいはい、BM であれば、はい、なんかあれが入ってきますか。収入が5月までで入ってくる。そうそうそう、うん、それで25なんですけど、うん、それだと、まあ、ちょっと納車まで時間を、そうなんですね、6月納車とかになると思うので、僕はすぐ欲しいなと思って。すぐ欲しければ今パッと思いつくのは、はい、プリウスアルファ、うーん、後期型で平成27年式で、ちょっと別のところに置いてあるんですけど、はい、まあ、ネットでは見てもらえるんですけど、平成27年式10万キロくらいなんで、それとまだ見に行ってみてもいいですか。あ、今ねちょっと、はい、今ご案内できないかもしれない。うん、黒で、はい、あ、見てみますね、はい、でもそれ110万ぐらいしますね。ですか。それで、見てみて、それで組んでもらえるって言われればそれでもいいですし、はい、あ、はいはいはい、プリウスアルファ、プリウスアルファ。なんかさっき広島のちょっと変わった女性から電話がありまして、はい、なんか松本さんの、その、はい、配信の視聴者だとかって言ってたんですけど、はい、あ、はいはい、なんか BM って買えますか、はいはい、みたいな、ちょっと変な電話だったんで、その人が、うん、変な人だなと思って。いや、それは変な人ですね。それで、はい、買うなら来てくださいって言っておきましたけどね。あ、はいはいはい、広島の人だったかな。じゃあ絶対買う気ないですよね。あ、ですね、はい、どうかな、おすすめ、プリウスアルファはおすすめですけどね。はいはいはい、まあ、組めればもうこういうのでも、それ走行距離は、走行距離は10万ちょっと、まだまだハイブリッドカーで10万ちょっとって、はい、普通の車の6万キロぐらいなんで、はい、あ、はいはいはい、6、7万キロ、はいはいはい、3割、4割減だと思ってます。はい、まだまだすごい綺麗なんで、うん、いい車だとは思うんですけどね。わかりました。じゃあこれで見ときますわ。うん、で、もしローンの審査するよってなったら、はい、見積もりはすぐ作れるので、あ、はい、うん、必要だったら話します。わかりました。あと安い車で言えばエディシオンってミニマンとか。あ、はいはいはい。あ、いや、ちょっとこれはいいです。だったらプリウスの方がまだ。プリウスアルファがあるのと、あともう何でもいいって言われたら、はい、カローラとか。これ一緒ですよね。これ一緒です。あ、一緒までできる。一緒です。あとはミニクーパー60万円。おお、かわいいっすよね、緑のミニクーパー。これあるんですか、車今。あ、でもこれダメだ、外車だ。ああ、外車か。車もこれもありますよ。あとはまあフィットもあるけど、マーチ、マーチ、ああ、わかりました。お母さんと相談してもらって、はい、このフィットハイブリッドとかもプリウス可愛いだったら、まあ、色が赤で良ければ赤で走って、